来週水曜日に行われる、トマト祭り、トマティーナで知られる。公式名は二言語の名称を、スラッシュで分けた、ブノル、バニアール。面積は112.40平方キロメートル。2014年の人口は9835人。バレンシア州の州とバレンシアの38キロメートル西に、位置する。自治体内をブニョール川が流れ、ラスカブリーリャス山地。 ドスアグアス産地、マラカラ産地、マルテス産地などに囲まれている。レンフェの路線でバレンシアと結ばれている。地元経済は工業と農業が混合しており、農業ではイナゴ豆、アーモンド、オリーブ、ブドウ、その他の果樹などを栽培している。8月の最終水曜日にはトマティーナと呼ばれる収穫祭が行われる。前夜祭りには屋台や 移動遊園地が設置され、家々の壁が、ビニールシートで覆われる。翌日には、パロ・ハボンを引き金として、プエブロ広場でトマト投げのランチ期騒ぎが繰り広げられる。この祭りの起源は、諸説あり、若者同士の喧嘩が由来であるとする説、住民の階級闘争が由来であるとする説などがある。人口1万人足らずの、小さな町に、世界各国から、 観光客が集まる。2008年には人口の4倍以上にあたる約4万人が参加。北京オリンピックで5位入賞したスペイン男子、水球チームも特別参加し、トマト120トンを投げ合った。ありがとうございます。